神奈川県立平塚工科高等学校は、神奈川県平塚市黒部級に所在する公立の工業高等学校。神奈川県立平塚工業高等学校、神奈川県立平塚西工業技術高等学校が統合して2003年に創立された。現行地は旧平塚工業高校の敷地であり、校舎等の学習施設もそのまま使用している。2010年までは2学期制だったが、 2011年より3学期制に変わった。通常、工業高校は機械、電気等の希望学科を入学時に選択するが、平塚工科高校は入学初年度に基礎科目を共通履修し、2年次より興味、適正等に応じて、機械系、自動車系、電気系、環境科学系、理工系の各コースに分かれ、 専門性を高めるという新球児選択性を採用している。実習設備は学校統合によって以前にも増して充実しており、特に自動車実習設備は県内の高校で唯一国土交通大臣指定の一種自動車整備士養成施設の認定を受けている。他にも在学中に取得可能な各種国家資格及び技能検定が豊富にある。また、 旧平塚高等学校時代は、県下有数の進学校であり、現在も相当数の推薦入学枠があることも、特色の一つである。文化系では、電気部員が、高校生ものづくりコンテスト全国大会に、出場、社会部は、ワールドソーラーバイシクルレースで、総合優勝、ドリームカップソーラーカーレース鈴鹿18歳以下の、クラスで6連覇、総合部門でも、大学や、 企業のチームを破り後連覇するなど国内ソーラーカーレースにおける屈指の強豪である。運動系は空手道部、柔道部などが近年力をつけてきている。ありがとうございます。